皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業の先生にありがちなもったいない病からの卒業の勧めということについてお話をしてみたいと思います。節約っていう言葉は、まあ、いろいろな意味があったりするんですけれども、例えばお金のね、節約っていうのが一番まあ分かりやすいんですが、あと物理的なあの物の節約、あとは時間の節約とか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、例えばそうですね、あるものを上手に使うとかリサイクルするとか、そういうものはもちろん環境に優しいっていう意味でもったいないっていうことでちゃんと使おうっていうのは何ら問題ないことなんですが、ことビジネスに関してはですね、このもったいないが変なところで発揮されてしまうと、むしろ損することがあるということがありますのでね、今日はそちらについてちょっとお話をしてみたいと思います。そうしましたら本題に入りますね。もったいない病っていうのが、どういう状態であるのかっていうとですね、そうだな、例えばすごくお金もかけて一大リニューアルをして仕上げた業者さんに頼んで作ったホームページ、例えば50万とか70万とか、まあ、結構な金額、100万、場合によっては100万とかっていうものがあった時に、それを変更した方が売れ行きが上がるケースとかがあることがあるんですね。ホームページ診断をさせていただいた時に。でそれはどういう状態なのかっていうと、例えばその方がやってるビジネスの方向性とか売る相手、お客様が若干変わっていく場合がありますよね。そしてその若干変わっていく方がはるかに儲かる、はるかに利益が上がるケースがあったりしたらですね、そのいくらお金をかけて作ったホームページだったとしても、その時の状態と今度新しく募集しようとする方が全然違う種類の方だったら、ホームページ下手すると丸ごと作り直しになることがあるんです。はい、下手するとっていうのが、継ぎはぎ的に上手に対処してうまくいく場合はもちろんそれを頑張ってみるんですけれども、そうじゃない時にはそのまるっと大きく作り変えなきゃいけない時がたまにあります。でその時にもったいない病が出てしまうと、例えばこれはね、50万かけて作ったんだから、なるべく手を入れるところを少なくして、変更を少なくして、いじるところを少なくして、安くなんとか変更できないかっていうことを必死に考えて、試行錯誤しながらその作ってくれた人と打ち合わせするような時とかがあるんですけれども、例えばその後ですよ、その後それをきちんと、全面的にリニューアルすることによって後から制約する人が、質が例えばものすごく良かったり、ものすごく高単価のものが売れるようなケースがあるんだったら、丸ごと変えるか、もう一個その対象に合わせたページを作ってしまう方がいい場合があるんですね。でこの時にどういう感情が湧き起こるかっていうと、せっかくお金を払って作ったのにとか、そういう感情って湧き起こることがあるんですよね。ですから私が皆さんにね、おすすめしているのは、大掛かりに変えることがないようなものが固まった時には、もちろん全部ね、細部にわたって全面リニューアルっていうのはした方がいいんですけれども、このターゲットどうかな、この商品どうかなっていう時には、ホームページをいきなり全部いじっちゃうんじゃなくて、ランディングページと呼ばれるその募集集客用、制約用のページを作って試してみて、それが OK で定着したなっていう頃に、ホームページをね、それでいじっていくっていうことの方がどちらかというとおすすめなんですよね。でこの時にもですね、また残念なことに、このもったいない病が発揮されてしまうと、そのランディングページですか、ページを作っていく手間を今度惜しむんですよね。手間を惜しむっていうのはどういうことかっていうと、ある程度ですね、この人かな、これ売れるかなって言ったら作って売ってみる方が、成果見るのが早いんですよ。でこの人どうかな、いけそうかな、リサーチをめちゃめちゃすごくして、
で出した挙句外れるってこともあるので、割とある程度決まってきたら、ある程度ここ売れ筋だなっていうのが見えたら、もうページ作って募集告知して売れるかどうかを試してどうするか考えて、で売れたらその人から感想を聞いてまたページを直して、で繰り返していいページができてきて、でこの商品が定着してきて、でそれがもうロングランだなっていうのが見えたら、ホームページに反映したり大きなコンセプト入れ替えるっていう方をどちらかというと私は推奨しています。だからその時に惜しんじゃいけないのが、改築構築修正の手間なんですよね。これがだからもったいないっていうのが、そんなに一生懸命頑張って作ったのに変更するのがもったいないとか、一回そうやって作ったのに自分の時間がもったいないとか、このもったいない病が発揮されると、結果としてスピードが落ちるのと、試して分かっている結果を盛り込むことができないので、結果として売り上げが上がらない可能性が高いんですよね。例えば私のホームページはね、だいたい大きなリニューアル、すごい大きなリニューアルは3年に1度、ちょっとまあまあミドルなリニューアル1年に1度、ちょいちょい手を入れて変えるものが半年から下手すると3ヶ月っていうので手を入れたりするのが私のホームページなんですよ。で、その3年ってなんで3年なのかっていうと、結構インターネットビジネスの移り変わりってすごく早くって、より便利でいいものとかが3年間あれば相当できてきちゃってるんですよね。あと、例えばそうですね、私10年やってるんですけれども、技術の進化、スマートフォンとかそういったものがすごく浸透してきて、もうスマートフォンで予約するのが当たり前とかになってくると、昔のホームページはパソコンを見る人ベースに作られていたのが、もう今完璧にスマホベースで作らないといけないので、そうすると当然レイアウトとか見せ方とかも全部変わってきちゃうから、結局作り直しになるんですよね。でその手間をだから惜しんではいけないっていうことです。売れるように、世間の人、自分がターゲットにする人が申し込みやすいように、見やすいようにということで、ページの改築リニューアルを続ける必要があります。だから文章の書き方とかも、パソコンで見える書き方とスマホで見える書き方が違うので、スマホ寄りに書いていくっていうことが必要です。でさっき言ったように、その大掛かりなリニューアル、メインになるホームページのところはそういう感じなんですけど、もう一つランディングページと呼ばれる申し込み用に特化したページですね。これはですね、もう作る 作るっていう言い方変ですけど、数打って一番ヒットするの探した方が早いです。完璧なランディングページ作るよりも。で、あ、これいけるなって言ったらそこを作り込むっていう方がいいので、例えば私の場合ですね、ランディングページ何枚、60枚近く持ってるんですよ。で、それもその時々に合わせて出していたりとか引っ込めたりとか繰り返しながら修正したりして作ってるんですけれども、これを手間を惜しまず作って、要はそれで集客、一回集客できれば元取れるっていうぐらいな感じで、ライトに自分でサクサク作ってしまえば、うまくいけば別にそれでいいじゃないですか、その手間が一回だけ。で、そのロングランのものを作れれば一番いいんですけども、ヒットするかどうかはやってみないとわからないっていうのがありますので、あまり完成度をこだわりすぎない。で、ヒットするのが見えてから、本当に業者さん頼んだりとか10万とかかけてもいいですよ、売れるって分かってるんだったら。そういうお金のかけ方をね、していった方がいいです。さすがに博打的にいきなりこの口座を売れるから30万円だドンっていうのはやめた方がいいです。なので、自分でやれるところと業者さんに頼んでさらにスケールアップするところっていうのは、まず自分が試すのはもうほぼトライアンドエラーだという前提で、あ、売れなかったね、次。売れなかったらね、次っていうことで自分の手間を惜しまない。そしてよりお客様にとっていいものに改善していくっていう姿勢で全ての取り組みを決めた方がいいです。だから口座もね、捨てられない先生多いんですよ。思い入れがあって、自分が一生懸命に作ったから
これリニューアル嫌だってしがみつくと収益下がるし集客ができないケースがあります。そこには思い入れってあんまり関係ないんですよ。ビジネスで考えるんなら売れるものが中心になります。だからビジネスで考えたくないものは趣味の領域、ボランティアの領域において自分の心の安息のためにお金関係なく動いたらいいと思うんですね。だからそこの切り分けが必要です。だから私もありますよ。いや、これ渾身の講座だよねとか、絶対にみんな役に立つよねっていう確信を持ってやるんですけれども、時流が違うとやっぱり売れないものってあるんですよ。で、数年後にね、ヒットするとかいうのあるんです。早すぎてもダメ。だからいい頃合いでいい感じでね、ビジネスの展開っていうのはしていかなくちゃいけないから、時流に乗って望まれるものを適切なタイミングで投下するっていう時に、自分が作ったものの思い入れとかあんまり関係ない。だから売れない講座は下げる。どんなに努力して作ったとしてもです。それは自己満足なんで、そこに置いとくだけ時間の無駄です。はい。だからその割り切りが難しい方が多い。で、その難しい方が多い中の特に特徴的な方は、もったいないっていう感覚がすごく強い方は、ここを切っていく必要がある。諦める、すっぱり切り捨てるっていう作業を多分しないと前に進みにくいと思います。当然私が相談される時には、これとこれとこれ切ってくださいっていうのを言っちゃうから、諦めがつくみたいですけどね。 ご自身で迷ってる方はね、ご相談いただいて、これじゃないのっていう話はもちろんできるんですけれども、そういったね、観点で考えていっていただければいいかなと思います。はい、ということで本日のまとめです。教室業の先生にありがちな、もったいない病からの卒業の勧めというもののコツに関して言えば、時間とお金と手間、この3つの中で、特に惜しんではいけないのは手間です。お客様にとってね、提供していくっていうことで、時間ももちろん惜しんではいけないし、お金はジャブジャブあるっていうわけじゃないんですけれども、手間に関してはこれが喜ばれるだろう、これが売れるだろうっていう改善に関しては、自分がどんなに努力して時間かけて作ったものでも、あっさり切り捨ててやり直せる勇気と度胸があるかっていうのが必要になってくるので、もったいない病に陥りがちな人は、ぜひそのあたりもね、チェックしていただければいいかなと思います。それでは。